カリズマはブルガリアのポップミュージックデュオ。メンバーはガリーナ・クルドバとミロスラフ・コスタリノフ。ガーリア・とミロはオペラというナノピアノバーで一緒に歌っていたのが始まりであった。リズマ・レトロスペクティブ・ムービーというドキュメンタリー映像の中で彼らはお互いの声の相性がとても良かったので一緒に歌うことにしたと語っている。はじめ。 リオの名前の案としてニグッン 4U が上がったが、ガーリャはこれを却下した。カリズマとしての彼らのスタートは1999年で、国外のレコード会社、エマ、トコ INT などで働いた。2年後、ブルガリアの作曲家、ミコシ・トレブが、カリズマに楽曲を提供し、初シングル、リスクバームだて、イマームをリリースした。2002年にシングルコールゴミリップスバッシュをリリースする。 コまでに、トニー、マリア・イリエヴァ、サントラ、スペンス、エーヴァ、イラなどの多くのブルガリアのミュージシャンたちと共演してきた。その後のヒット曲は、首都イスバヤゲム・エル・アイ・オット・テブ、ミスター・キラー、マイノバーッシュ・プレズメンなど。2006年、待望の初アルバム、イーク・リージー・アストをリリース。アルバムは、CD と DVD のセットで、初シングル。 リスクバームがテイマームは収録されていない。2007年以降は二人ともソロでの活動が中心となり、デューオーは事実上活動停止となった。2009年10月、ミロはユーロビジョンソングコンテスト2010のブルガリア代表に選出された。ありがとうございます。